落とし穴を避けるためのセーフティーネットはカウントすることです。皆さんこんにちは。今回はテンポアップする時の落とし穴と題してお話しします。皆さんは曲を仕上げていく過程でゆっくりだと弾けていてもだんだんテンポアップしていくと崩れてしまう、そんな経験ありませんか？こんな感じ。なぜこうなっちゃうんだろう。そう考えた時に落とし穴にはまってしまっている自分に気がつきました。それはズバリカウントです。落とし穴を避けるためのセーフティーネットはカウントすることです。テンポアップする時はカウントしながら練習し、徐々にテンポアップしていきましょう。カウントなしに指を早く動かす、これこそが崩れてしまうという落とし穴にはまる一番の原因です。皆さんは今弾いてらっしゃる曲の拍を数えながら弾くことができますか？ショパンのエチュード作品25-12を例にやってみましょう。まずはゆっくりやってみます。2拍子ですので、というように数えながら練習します。少し速くしてみましょう。さらに速くしてみましょう。というように拍を数えながら練習するととても達成になります。けれどもこの拍を数えながら弾く、なかなか実は難しいんですよね。その時に達成になるのがこのメトロノームです。時々メトロノームを使って練習するのが嫌いだという生徒さんに出会うことがあります。もしかしたらあなたもそうかもしれませんね。理由を聞くと、メトロノームに合わせて弾くのが苦手とお答えになることがほとんどです。けれどもメトロノームを練習で使うのは、メトロノームに合わせて弾くのではなく、メトロノームに拍を数えるのを助けてもらう、カウントを助けてもらうために使うものなんですね。なのでぜひメトロノームを有効に使って練習してみてください。例えば今と同じことをメトロノームを使って、なおかつ口でも数えながら練習することができます。少しゆっくりですけど、例えば練習し、そして慣れてきたらメトロノームを外して、そしてご自身のテンポをどんどんカウントしながらアップしていく。そうすれば崩れることなく早く弾くことができるようになります。